はい、皆さんおはようございます。こちらこまきあいです。今回は無双スターズやっていきたいと思います。ではまず、拠点の探索からやっていきたいと思います。ちょっと誰かいそうなんでお邪魔します。いたーいたーえお前タオルかっこいいなお前お前か。好きに入っていけばいい。誰が言おうと俺は気にならんからな。いや気にしろ気にしろ。選挙外なので退散しました。これが言うこと高まればね、なんかありそうですけどね。次シュウソウ。音よ。リズムどれだ。これ何の音楽なんだろうね。お。忍者、龍拳で。You win。よし。酒場めっちゃいるね。ありがたい。はい。お、ダリウスとオーカだ。うん。ルート。そうだね。うん。うん。ん？いや。2出てほしいね。はい。あなたの活躍を見ているとすごく安心できる。フルボイス。その責任感ある行動のおかげでそう思うのかも。あなたに出会えてよかった。別に深い意味はないの。ツンデレ。ただこれだけは言っておきたかっただけ。うん。お、なるほどな。リョフがまだいるね。あ、いた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 。よし。はい、うん。叩きのめすな。めっちゃ身長差あるよね。高えな、リョフお前。さすが。よし、じゃあ、行くか。あ、あと依頼とか。これ依頼ってどうやって見れるんだっけ。有効度情報じゃなくって、これ普通に行かないで見れないのか。はい。どうなさいますか。あ、達成済み。やった。あ、1000人以上やらないとダメか。よし、S。おお。おお。B のカード受け取った。お、状態異常連携強化。やばそう。新たなカードが使えるようになりました。次、リョフ。これをやろう。アイ、KO アイテム。後で見ようぜ。次、シュウソウ。1000人以上か。どうも。どうも。一番これが強いんだよね。回復アイテム強化。オッケー。ソフィー。うん。素材集め。オッケー。お願いします。これでも有効度上がるのかな。で、超運とリフがまたあるね。体力 80% 以上維持しながら、ヒーロー8人以上撃破しバトルをクリアする。ヒーロー8人以上とかどこ ?4 個以上クリアせよ。ミッションは4個以上。じゃあ超運は受けよう。うん。ありがたい。よし。あ、違う。モンスターを300体以上。ソロモンの鍵。ソロモンの鍵は道場作品である素材を。とりあえず、王冠しようかな。うん。うん。
ッケー、うん、うん、でダリウス、まあダリウスもやっとこう、うん、うん、オッケー、じゃあバトルいきましょう。これですね、彼方より来たりし者。そうだね、そうだね、うん、うん、いい。じゃあ今回は王か、鬼を撃つ鬼とならん、うん、で、両夫が今高いからここをソフィーにしとこうかな。一生懸命戦うよ。はい、でヒーローカードはさっきね、元気はないけどガード破壊、これと周相は愛のやつ、回復アイテム強化、で超も B、 あーこれつけりゃよかったな。まあまた後でやる。じゃあ行きまーす。行こうか。さあ、あちらだ。どんな料理でもおとなしてくれるのか楽しみ。大立ちか。あ、急に？俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前で嘘ばらししてやるぜ。やつ当たりか。こんなところに山賊がいるなんてね。はいはいはい。村が心配だ。先を急ごう。ちょっとこれ打って。ブレイブあげよう。よく再現されているな。あなたならできる。よそう。その調子で続けて。あなたならできる。私もやりたい。俺もだぜ。よそう。いい流れに。よし。やったな。すごいです。3、4。私も共に。かっこいいですね。気持ちいいぞ。見事なものに。見事だ。これ通常攻撃の方が伸びるかな。ドカーン。オッケーオッケーオッケー。4まで上がった。でこれで攻撃速度上げて、攻撃速度と素早さ上げて。OK。うお、ダリウスだな。ようこそと言いたいところなのじゃが、うん、大丈夫、安心して。賊を追い払ったら食事にしよう。よしよし。実はかわいそうな腹ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。腹ペコの予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができん。うん、それはひどい。ひどい。結果おらん。お、輸送兵だ。この辺りには山賊がたくさんいた。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。ここは私が。その男のお嬢さんにも会ってみたいし。あら、よしやったな。よしよし。食材を一部取り返せたね。他のものも取り戻そう。オッケー。責任は果たす。基本だけど。あ、消えた。素材が消えた。結構減るの早いね。魂を込める。はい、非常に勝負せよ。これかっこいい。あ、レア素材だ。よし、おお、かっけえ。オーカーかっけえ。まさか抜刀術もあんのか。じゃあこっち行こう。
だーなー。いいねいいね、いいよ。そう、これ走りながら攻撃できるからまたこれが最高。いるぜ。で、高橋、この村の食材は全て奪わねえと、お頭に何されるかわからねえ。頭け、奪還成功。これが物の負の力だ。魂を込める、花と散れ。よしよしよし、取りたいな。よし、拠点兵長どこだ。私こそ天下無双のモノノフだ。よし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 、やったな。すごい、強いんですね。強いんですよ。デレデレルルルル、待てい、待てごら。ベタとの勝負。これで全ての食材を取り返せた。村長は料理をしてくれるかな。先ほどいただいた料理、お、フォローだ。我慢できないのでここで食べるとしましょう。この子もね、強いんだよな。いい匂いがする。奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな。腹ペコお嬢さんと接近せよ。敵将、私が打ち果たした。やるな、眩しいじゃねえか。おい、あと一発撃っときたいんだよね。フィーバー技、拠点で撃ちたいな。でね、ここのステージなんだろうな、陶器殿かな。あ、陶器殿っぽいね。違ったらすいません。てて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 てや、私も共に。こんな感じで見せてた。その調子で。よいしょ。やったな。見事なものに。こんな感じがいい。勝機をつかむのだ。武勇を示してくれ。あなたならできる。そう。私こそ。ゲイ。気持ちいいぜ。待ってたぜ。よし、シュースいいよね。攻撃速度と素早さアップは本当に。フォローと戦うことになるのかな。うん、魂を込める、花と散れ。よしよし、見事な戦ぶりだ。どうなんだろう。あ、なそうだ、なさそうだね。いい香りです。腹ペコが限界であると認めます。早く食べましょう。そうしましょう。かわいい。あ、あ、戦わんといけんのか。乙女の食事を邪魔するとは。
不届き者ですね。激鉄を起こします。いや、王買いますよ。困った腹ペコお嬢さんだ。いい子だから、はい、その物騒なものをしまって最優先指令と認めます。フォロー。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。邪魔者は全力で排除します。落ち着いて。オッケーオッケー。村長の頼みで食材を集めているだけ。よかったら一緒にどうかな、うん、もっといろいろな美食を楽しむね。魅力的な提案であると認めます。なんか食べ物だったら結構ちょろそう。そうしましょう。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。満たしてもらおうぜ。さっきのこれ全員倒さんといけんのかな。村長が危ない、助けに行こう。あ、違うわ。サブミッション。名案があります。もったいないですが食材をおとりにしましょう。おとりにするのか。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。魂を込める。花と散れ。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか。早くよこせ。ちょろそうだな。ホロエムケシング。色とりどりの食材ですね、ジュル。私が毒味しておきます。食材のまま食べてしまうのかね。手間をかけてこその食事なのに。よし。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。とりあえずちょっとサブミッションやってこう。腹ペコのお嬢さん、うん、君も違う世界から来たのかな。肯定します。気がついたらここにいました。気がついたらここにいました。私はモノノフ、うん、鬼を撃つものです。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。なんかプラフターみたいな感じやの、鬼を撃つ。アトリエで言う。さあここに食材があります、うん、早く奪わないと。魂を込める。よいしょ。花と散れ。結果おらん。私が平らげてしまいますよ。あれ全然当たってない。食材が全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ、うん、なんて優しい方なんだ俺ちょろい。あなたに協力します。はいはいはい。食材が運ばれてきました。助かります。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。オッケーオッケー。なんて優しいことなんだ俺。あんたに協力します。あとあっちにあるね、サブミッション。あ、終わった。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで。あ、こっからか。食材を集めているだけ。マジか。よかったら一緒にどうかな。ちょっといろいろな美食を楽しまない。村長あっという間やったの。なんかクセーンとか言ってくれなかった。一緒に行きましょう。そうしましょう。マジか。よかった。チェックポイントからで。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。マジか。巻き戦になってしまったな。いい。さっきの山賊の仲間か。村長が危ない、助けに行こう。とりあえずサブミッションを先にやろう。食材をお取りにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。よし。ベタとの勝負。こっちだ。色とりどりの食材ですね、ジル。私が毒味しておきます。
食材のまま食べてしまうのかね。手間をかけてこその食事なのに。山賊の皆さん、結構あっという間に終わっちまったな。ここ私が食べても良いですか。よいしょ。しかもこの頃からチェックポイントからってのあったんだね。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのかな。肯定します。気がついたらここにいました。魂を込める。私はモノノフ、鬼を撃つものです。あ、なんかでも洞窟みたいなところでさ、記憶はありません。細かいな、声響いてるわ。自分探しの真っ最中です。へえ、鬼を撃つか。なんだってこんな目に。よほどお腹が空いているのね。村長に頼んで君たちの分も作ってもらうよ。なんて優しい方なんだ。さあこれで終わりだ。あんたに協力します。村長の身の安全は確保できたね。あとは山賊の親玉を。魂を込める。よくもやってくれたな。懲らしめるだけだ。Okay. 残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど、うん、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。さすがです。そしたらバリバリ食べましょう。うん、よし。てごめん、知らんのに鼻歌歌ってしまったわ。ええ、うん、フォロー、うん、ねえ、はあ、うん、いえ、なるほどな。OK、やった、 S ランだ。これでも S ランなんだね。よし。うん、その通りです。そう、王家さっき言いましたけどね。トゥ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 。よっしゃ。はい、今回はねここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。